アイドルグループ、日向坂46からの卒業を発表した2期生、宮田真奈も、2月28日に発売される初の小説集、キラキラしより、封入特典ポストカードの絵柄第1弾を先行公開する。宮田真奈も、キラキラし、ポストカード公開。封入ポストカード全3種はすべて書籍未掲載のカットになっており、1冊につき1種がランダム封入される。今後、残りの絵柄は順次公開する。ポストカードの裏面にはそれぞれの絵柄で異なる手書きメッセージが書かれており、宮田ならではのユニークな着眼点が満載だ。バル、今回公開されたのは、万葉集の時代にあった都の一つ、奈良、藤原旧跡のコスモス畑での写真。コスモスにそっと触れる宮田の、柔らかな笑顔が魅力的な一枚だ。宮田本人も、コスモス畑で撮影したのが初めてで、はしゃいでしまいました、と語る。書籍、キラキラし、は、月刊小説誌、小説新潮に先行して収録作品の一編の掲載が決定しており、話題となった。愛する万葉集をモチーフにした連作短編小説集宮田が高校生の時に出会い、その自由さ、面白さ、奥深さに魅了され、大学でも学んだのが、大好きな万葉集。本書は、その万葉集から好きな和歌を5首選んで、歌から自由に想像を膨らませていった連作短編小説集だ。執筆にあたり、すでに自宅に大量にある資料のほか、新たに20冊以上も揃えた宮田、普段はこれ以上本を増やさないで、と家族に言われますが、今回万葉集の資料が堂々とたくさん買えちゃうのが嬉しくて、ついつい読みふけってしまいました、と話している。小説をもとに、万葉集の舞台、奈良で行われた撮影は、宮田のやりたいことが満載。特に、万葉集の資料がたくさん揃った万葉文化館は真っ先に名前が上がったほど。小説をもとに、奈良への旅をテーマとして撮影した写真は、まるで宮田と一緒に旅したような気分を味わえる。花畑で無邪気にはしゃぐ姿や、ネイルを塗る大人びた表情、メンバーともよく行くアフタヌーンティーでケーキを頬張る様子など、2期生の中でも姉的立ち位置で、綺麗なお姉さんの印象が強い宮田の、くるくる変わる豊かな表情が見どころ。今回、宮田たっての希望で、2年前の大学の卒業式でも着た、両親に買ってもらったという思い出の振袖で、レアな袴姿も再現。アイドルとしての卒業を記念した一冊となっている。